お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、皆さん明けましておめでとうございます。パチ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 、というわけで今年もね、皆さんどうぞよろしくお願いいたしますと、まあ、いうことで今日もねいつも通り本当にクラロイヤルやっていくんですけども、今日はねやっぱこう新年一発目ということで、勝たなきゃね、いけないっすよね。もう大事な大事なスタートですから。ということで、まあ僕が得意かつ、大好きなね、この豚ちゃんをね、はい、使っていこうかなと思います。ということで、豚をね、作るマザーネクロ。こいつもまあ好きなんですけど、ちょっとね、弱いんで、ちょっと今日お休みということで、ロイフグ、メガナイトロイフグデッキでやっていこうかなと思いますね。前までね、ヒースピーだったんですけど、これもね、LSP なり、LSP はね、今回僕12なんですけども、12レベルでも全然使えますね。逆になんか12レベルだと、関数より強いみたいな言われてて、タワーにね、届かないんですよね。端前で、単体で、LSP を出した時にタワーまで届かないので、それまでにやられてしまうので、まあ、キング起動されにくいっていう。まあ、だから相手がユニットこう、パパパパパってこう、いっぱい出したら、全然緊急起動されてしまうんですけども、まあ、されにくいっていうメリットがあって、まあ、普通にね、カンストのコウモリとかも処理できますので、まあ、普通に使えますよというような感じですね。はい。で、スペルが今回ファイボの、ローリングバーバリアン。まあ、なんですけど、ここも、なんか、ポイズンザップでめちゃくちゃトロが上がっている人がいたり、なんかね、ファイボーザップとか、ポイズンタルババとか、結構ね、ランダム。なんか本当に好みだと思いますので、ぜひね、はい、そこは皆さんにお任せしたいかなと思います。まあ、ポイズンならザップ、ファイボならタルババっていう、なんかそんな感じですね。よろしくーさ。ファイボだと、結構ね、ゴレダクネの、ダクネから出るコウモリ系がね、厄介なんですよね。まあなんですけど、この LSP が、めちゃくちゃ優秀。そう、LSP によってダクネのね、から出てくるコウモリとかも処理できますので、ほい。さあ、とりあえず、なんとなく、相手が、なんだこれ、ハンターメガゴ、ハンターメガゴですね。ハンターメガゴタルババ。あ、この人、あれですね。なんか、スパーキー、ゴブジェイスパーキーの人ですね。なんか、ケンツがよく使ってる、ライトニングタルババ雪玉のゴブジェイスパーキーだと思います。まあ、なので、一旦とりあえず、まあ、様子見つつ、ザッピーをね、出していきます。で、LSP がいるんで、ちょっとスパーキーにはなんとか戦えそうな気はしますよね。とりあえず、タルババとかね、裂いて、まあ、プレッシャー与えていきつつ、で、ここは、まあ、低めトリトンでいいと思うんですけどね、どうだろう、低めトリトンで、後ろの、スパーキーをメガナイトで踏んで LSP、LSP と一緒に、まあ、処理しつつみたいな、まあ、そんな感じのね、イメージが理想ではありますよね。相手はここで待ってくる、LSP でリセットかかる、で、もしかしたら、これ、防衛ライトニングされる可能性ありますね。ホバリングに。さ、してくるが、当たらない。この、俺のホバリングの位置が多分、エッチすぎた。さ。で、ここは多分ね、一発入ってしまうのもありますし、まあね、攻めたるババというところで、ホバリングがね、今回相手ライトニングなので、まあ、めちゃくちゃいい味出しますよね、と。まあでも、僕も逆にホバリングと、トリトンとかにライトニング打たれたら結構突破されるので怖いっていう部分もあるんですけど、まあこの結構ね、不人気ザッピーなんですけど、今ね勝率1位ぐらい、新年一番何のデッキが強いってなった時に、なんか勝率1位のデッキがあれなんですよね。やばい、待って、めっちゃくしゃみ出そう。これ多分ダックプリクルンで引っ張ります。そうですね、スパーキーなんだ。やばい、全然通らん。やばい。全然通らんかな。バカ。さあ、まあでも、後ろを踏んで、これをしっかりキングに吸ってあげれば、多分行かれることはないんじゃないかなと思いたいが、オッケー。いや、それ耐えたのはでかい。あとは、ザッピーですね。オッケー。で、ここをすると、僕はね、逆サイドも狙っていけるっていうのが強いですね。さあ、メガゴを巻いて一回見てくるので、僕も様子見つつ、基本左も狙っていきたいですね。スパーキー出されると、僕はなんか、どうにもできないんですよね。まあ、なんですけど、ここ一回ちょっと待って、さあ、トリトン、ワンチャンライト打たれるかな。さあ、ライトは打てない。いや、これはいい流れ。さあ、LSP が、どっか行っちゃった。待って、ボコ。なんでお前そっち飛んだ？いらない、その、運動神経、ここで、発揮すな。まあでも今ダックプリを使ったので、さあこれは止めるのが難しいぞと思いながら、
ハンタープラス生き玉。まあ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 。え、全然殴ればいいですね。なんなら橋前めがないとして、これゴブジェイ釣りが来るんですよ、多分。あ、ダックフリ出したから釣れないか。ああ、そっちを釣っていく。いや、トリトンめっちゃ頑張ってんな、今日。俺の思ってる何倍も頑張って働いてくれてる。いや、ちょっとエリシャイがやばい。さあさあ、相手もうまいですね。相手もうまいな。ああ、延命したかったけど、ここ一回待っていい。さあ、あと1000ですね。まあ、1000、トリトンがいるんで、まあ、ワンチャンライトニングが怖いぐらいですね、僕としては。さあ、トリトンも出しちゃって。で基本的にこうユニットで形組んで攻めたいですね。オッケーオッケーオッケー。これはもうこっち行っちゃっていいですね。行っちゃって、まあハンターだと思うんだけどな。あのホバが残るんすよね。これが強い。ザッピーがね、いい感じに。まあ、全然ダメージが入らない。なぜだ？なぜだ？全然ダメージが入らない。これちょっとメガナイトに打たせて。ああ、まあまあまあ。さあタイブレイク？タイブレイク。あと500。でも絶対500、こっちはね、スパーキーがなんか来ると思うんですよね。一旦逆行って、ワンチャン5打ってもよかった。いや、これやばいっすね。ちょっと来るな。来るぞ、来るぞ。ここでも延命してあげれば、相手ザッピーを突破できないので、今回。ライトニングなんでね。さあさあさあ、最強。来た来た来た。これはもうね、僕が攻めてしまえば勝ちではないでしょうか。さあ、グッドゲームというところで、まあ、5ザッピー。がいるのかなこのデッキには。まあ、ファイボコカツデッキではあるんですけど、ロイフグ、ザッピー、ホバリングでね、ファイボコツデッキではあるので、まあ、ファイボ相手にはね、どれかを枯渇させて、てか、まあ、どこかにファイボを使わせて、まあ、どこかが生きるよというような立ち回りができるんですけど、まあ、ライトニングだった場合は、逆に全部、ザッピーもホバもロイフグも生きるので、まあ、そういった部分では結構ね、戦いやすかったかな。まあ、トリトンがめっちゃ活躍してましたね。相手のライトニングがね、意外と腐ってましたと。いうところですね。なんで、高回転の、なんか、ファイボ系がね、来ると大変ですね。なんか、ボムタワーファイボの、めちゃくちゃ高回転。そう、そういうデッキには、ロイフグをどんだけ出しても施設とかでね、止められちゃうので、まあ、豚を出さない立ち回りとかがね、大事になってきます。さあ、よろしく。ふぅ、なんかこう、まあ、新年になったのでね、この僕のこの、スタンプ、8つ、スタンプ8個、これ、お気に入り入れてるんですけど、これはもちろん、煽られた時にね、やり返すように入れてるんですけど、ちょっとね、新年になったので、このスタンプ8個もちょっとね、入れ替えたいなぁと、今思いました。とりあえず、相手がね、全然何も出してこないので、とりあえず動きたいんですけど、タルババとか LSP 以外で動くと、なんかね、意外と相手にこう、ケツラバ、ケツゴレとかされて、結構ね、嫌な感じになると思うんですよね。まあ、豚行くか豚、一旦豚でね、様子見ます。さあ、トルネかな？何も出してこない。寝た？あー、トルネですね。もう一番嫌だな、そのトルネ。タワーダメ300ぐらいしか与えてなくて、近畿道。さあ、ザップ。ん？ババコヤ？なんだこれ。トルネザップババコヤはあんま見ないんで、マジでわかんないけど、LSP ちょっと構えて、あー。これでも延命できそうだな。あ、待って、僕。トリトン？ん？いや、延命できてねえよ、全然。あ、できてる！できてた、できてた、できてた、ナイス！生贄のね、釣り人。で、ここ延命したことによって、ここのババコが壊せるはずだったんですけど、さあ、矢の雨なので、これラバデッキですね。ラバ、え？ヤザップ？いや、ラバデッキだと思うんですけど、ヤザップだっけ？っていう、ちょっと思いがあります。ここ組んで、ここケツから出すと、相手のババコヤがちょうど壊れるぐらいで、メガナイトが前に行くと思うんですよ。まあそうなると、ババコヤをね、回収できるという意味では、いい流れにはなると思うんですけども、相手のこのゴレもね、嫌ですね。まあですが、逆サイしっかり攻めてあげて、ホバとか追加してあげたら相手うざいと思うんだけどな。あー、これはあれっすね。僕がやばい。なかなかやばい気がする。あ、まだトリノを使った、引っ張ってあげて、ヤザップでしたね、今回。なので、このザッピー最強説。ザッピー最強説。あ、待って、逆にやばい。ヤザップで溶けるわ。やばいやばい。全然最強じゃなかった。もろすぎ。これちょっとメガナイトと LSP で、LSP マジで頼む。お前、いや、めっちゃ強いやん。LSP マジで強いっすよね、こう見ると。で、ちょっとこう、プレッシャーかけつつ、まあ、ベビードラ来るかな。わかんねえけど。さあ、ババコヤが回る？まあ、回らなかったら、まあまあ、めっちゃいい声。
いや、やばい。豚が、サボってる、サボってる、サボってる。さあ、左1200これ落としたいっすね、どうにか。ババコヤがね、ちょっと厄介ではあるものの、ここで、相手はホバがね、絶対きつい。ヤザップなんで、僕のザッピーは、本当に、マジで活躍しないんですけど。さあ、どっかでファイボ決めたいな。神のファイボ。おさあ、ゴレ受け。ゴレ受けはゴレ受けでなんか嫌ですよね。さあ、ダクネがね、非常に嫌ではあるが、相手もマジザッピーにお肉戦してる。オッケーオッケーオッケー。で、コウモリ系はエレスピで処理できるんで、これ、エレスピなかったら結構ハードっすね。お、バカ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 。全然無能なエレスピ。いや、これやべえな。ワンチャン持ってかれそうだな。さあ、ババカ回る？いや、これでも、まあまあいいファイボ。トルネが来るが、いや、まあまあいいファイボな気がする。いや、まあまあ入ってる。まあまあ入ってる。でも、まあまあしか入ってね。やべやべやべ。あれ、ワンチャン垂れて引いて、エレスピあれミスったらやばいな。エレスピでコウモリ行ってくれ。あ、うわ、めっちゃいいザップ。待って、取れたバグってるバグってるバグってる。バカバカバカ今やばいっしょ、あいつ見てたよ、見てた。サボってた。いや、でもオッケーオッケーオッケー。こうなればあとはもうね、耐えるだけだしな。なんならさあ、ちょっといい感じのトルネをしていくとか、トルネやなめザップなんですね、僕の相手。さあ、とファイボ2周、なんならファイボ2周。いや、一発250だな、計算バカ。いや、これちょっとやべえ。マジで常に怖え。まあ、タレで引ける。タレで引ける。よしよしよし。いや、なんならメガでいい。メガで引いて、これ絶対トリトン警戒来たらやばい。ザップ。ザップだけなら耐えれる。で、牢獄飛ばして。さあ、これには絶対ババコヤが回らないので、来たー。さあ、グッドゲーム。いやー、もう新年めっちゃいいね。いや、今年は、牛年でしたっけ？本当に全然知らない。全然知らないから、違ったらごめんなさいなんですけど。まあ、牛と豚はちょっと仲良し的なところがあるんでね、この豚でね、ちょっともう一戦ね。さあ、いい出だしですね。新年一発目の動画、3連勝でね、決めれると最高でございます。そしてね、今シーズンも気づけば、1月4日ぐらいにシーズンが終わるんですよ。そう、トロフィー。マルチのリセットなので、あ、立ちったんだ、出た、よろしく。この人はゴレがね、マジでうまい。本当にゴレで日本で一番うまいレベルの人ですね。ゴレダクね、ランバーメガゴベビドラ、そうですね、マジでうまい人です。ベストね、多分世界13位ぐらい取ってんすよ。いや、でもすぐゴレ出してくんすよ、後ろから。いや、僕もう嫌なんすよね、それすぐ後ろから出してくんの。いや、けどうまいっていう、よくわかんなくないですか。世界13位はさすがにやばいっすからね。よく考えたら世界13位はやばいっすから。さあ、ね、ランバーで溶かそうとしてんのかな。あ、でもランバーを引っ張った。待って、早く早く、LSP、コウモリ早く全員やってくれ。よしよしよし。で、トリトンがまあまあいい。そうそうそう、これで全部溶かされんのか。まあまあまあ。いや、ザッピー残って、ザッピーバカかよ。まあ、今、ザッピー頑張ったんで、そんな冷たいこと言わないであげてくださいね。で、これ今、トルネもランバーも使ってるんで、結構入りますね。このダメージはでかい。で、多分この、ビビドラをホバリングで僕は回収しようとすると、ケツゴレが来るかな。いや、なので、出したくないけど、いや、出さないでいいな。多分、ケツゴレ来ると思うんだけどな。いや、来んのかい。今度なら出せばよかった。ちょっと荒取ってんな。さあ、ザッピーが今一緒にいないので、ちょっと大変ですね、これは。まあ、トリトンでゴロをキング起動して、後衛をファイボとエレスピが理想かな。ふぅ。いや、ちょっとなんか動画内で震えてるかもしれないんですけど、なんか実家に、の方にいるんで寒いんですよね。ただ寒いから震えてるって感じですね。やばい、待って、トリトン出せんくなった。バカ。あ、待って、やばい。終わったかもしれん。やばい、待って、俺、バカ。エレスピ欲しい。あ、ごめんなさい。今のちょっとやったっすね。トリトンで引っ張ってから、やればよかったな。まあ、あと40秒でしょ。ユニットだけで来られると、ちょっと嫌ですね、これ。これですね。で、多分、メガゴ
直当てが来る。やばい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 。Y の LSP、Y の LSP で。いや、LSP で行くが、あー、やばい。いや、やったな。あれ、やったっすね、絶対。最悪だ。マジで、ここで LSP をね、こうやるのを徹底すると、多分相手のコウモリが活躍しないので、いいんですけど、ちょっと僕の LSP が、やったのと、まあ、相手の追加もうまかったですね。僕が LSP 使ったんで。あ、新年ね。はい。一発目ね。ちょっと3連勝したかったな。まあ、3連勝できなかったですけど、まあ、グッドゲームと。まあ、いうことでね。はい。今年はね、ちょっと毎日どこ、365日。はい。毎日ね、動画、ちょっとサボらず。毎回こう、ね、毎日どこやりたいって思ってても、いつもね、ちょっとこう、サボっちゃう時期があったので、今年はね、ちょっと本当にもう毎日、一日もね、休まずに、動画上げるのを目標に、やっていきたいなと思います。というわけで、トラゲもね、頑張ります。あとシーズン3日ぐらいですね。はい。というわけで皆さんも、トラゲね、頑張ってください。今年もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。